先輩に飲みに連れて行ってもらったドカピカはいつものように大泥酔。いい気になり先輩にお前恥さらしてよく売れたなと暴言を吐いてしまう。次回珍宝の件。お、お前恥さらしやん。その芸風でよう売れたな。考えられへんわ。珍宝を伸ばしたらちぎりいてい。